どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、最強リーダーランキング、超重力バージョンをやっていこうと思います。この前ですね、最強リーダーランキングの通常ダンジョンバージョンを紹介したんですが、今日の動画は超重力バージョンとなっております。わかりやすく言うと、千字とか、百式とかっていうね、攻撃力が50分の1、あとはまあ80分の1とかされてしまうダンジョンにおいての適正キャラを評価していきます。で、通常ダンジョンは火力がそこまで必要なくて、耐久とかギミック対応力とかが必要になってたんだけど、こっちの超重力はまずは火力が最優先。火力が出せることを大前提として、その上で対応力とかをね、評価してる感じになります。なのでわかりやすく言うと、通常ダンジョンでめちゃ強かった RG キーとか、ね、サギリとかは、はっきり言ってこっちだともう話にならないって感じになりますっていうぐらいに火力を特化したランキング付けになっていますので、まあ、もしね超重力ダンジョンまだ空いてない人がいましたら、もうこれは最難関ダンジョン、本当に最難関ダンジョンに向けたランキングだと思ってほしい。まあ今日はねそれを前提としまして最強リーダーランキング超重力バージョンやっていこうと思います。で、注意点ですね。1つ目、僕の独断と偏見で決めております。はい、まあこれはね、あの、わかりやすく言うとランキングって結構人によって変わるんで、まあ俺の意見ですよって話です。まあそれだけ。で、2つ目、リーダーのみで評価です。今回はですね、リーダーフレではなくリーダーのみで評価していきます。はい、まあ、これちょっとね、今回みんなの意見見てから決めようと思ってるんだけど、やっぱね、リーダーフレンドだと同じキャラが2回入ってきたりとかするので、まあ今回リーダーのみの評価でやっていこうかなと思います。リーダーフレで強いキャラはリーダーフレンドともにランキングに入ってくるって感じだね。で、続きまして3つ目、安定感や欠損率とも評価しております。はい、まあ、これは当たり前なんですけど、あの、欠損するけど強いパーティーとかってあるんですよ。わかりやすく言うと、まあそれこそ回復は作れないけど闇を作れる天小泉とか式神とか、まさにそういう系って安定感がやっぱ薄くなったりするんですけど、そういうキャラたちはちょっと評価が下がるっていう感じ。サブの話だけどね、今のは。そう、だからどうしても安定感を保たないキャラっていうのは評価が下がります。そして4つ目、超重力の高難易度を前提としています。何度も言いますが、これは超重力のみのランキングです。通常ダンジョンのランキングを見たい人は前回の方のランキング動画を見てください。概要欄に貼っておきます。ということで、今回ですね、超重力ダンジョンの最強リーダーランキングトップ10やっていこうと思います。まずは第10位からやっていこうと思います。いきましょう。さあ、ということで、まずは第10位からですね。第10位はこちら、メルズナがランクインです。はい。メルズナに関してはね、やっぱりバインドスキブ封印、お邪魔プラス、10強3つ、闇コンボ強化、ボイス持っていて、超悪性、無効感とかつけるとね、火力がかなり高いキャラになっております。はい。で、まあ、スキルもね、6回闇6個生成2ターン、自分の攻撃力4倍、盤面7、6マスと、火力特化にできますし、何よりリーダースキルがね、闇2コンボダメージ激減、攻撃力24倍、3コンボ加算、ドロップ消した時、回復 6×15倍の HP を回復となっています。はい。で、超重力編はね、基本的に戦時を想定してるんですけど、あの、通常ダンジョンに比べて戦時って追い打ちがいらないんですね、リーダースキルに。もうこれちょっと、これちょっとね、もうメルズナで話したらもうこれ以降話しませんけど、あの、追い打ちを持っていなくても問題ない環境ではあるので、今現状は。なおさらこのリダフレメルズナっていうのは運用しやすくて強いキャラになってます。まあ、正直、メルズナが強いというよりかは、闇ドロップを大量に生成できるキャラが最近増えてきていて、まあ、戦時だったら天小泉とか、まあ、百式だったら式神とかが使えるようになってきていて、まあ、そういうね、闇ドロップを大量に生成できるキャラの影響もあって、メルズナかなり使いやすくなっているかなって感じになります。はい。まあ、ただ火力としてはやっぱり、まあ、最近のね、ぶっ壊れてるインフレキャラクターに比べるとそんなに高くはなくて、まあ、闇コンボ強化大量に組みまくったら、まあ、火力出せるけど、まあまあまあ、でもそれでもぼちぼちぐらいなんですね。じゃあなんで順位に入ってるかって言って、やっぱり耐久力、そして自動回復による使いやすさ、そして追い打ち持っていないんだけど、戦術ってことでそこも対策できているから、火力出しやすいよりかは、耐久力高くて安定するってところが評価できるかなって感じです。まあ、わかりやすく言うと、アルチェキティがね、裏ゼロ次元で強くなったのと同じように、メルズナもね、自動回復持っていて耐久も高いということで、超重力においては耐久、そしてまあ火力もね、申し分ない火力ね、最低限を出してくれますので、っていう感じで運用しやすいので、第10位になっております。はい。まあ、やっぱりね、もうあの、戦術とかね、百式、まあ、今回もほぼ戦術ですね。戦術で言うと、やっぱり超火力を出せるキャラっていうのが魅力に上がってくる環境けどあるんですけど、その中でもメルズナはね、天小泉とかのおかげで火力出しやすいね、リーダーになっていますから、十分戦えると思います。ということで第10位はメルズナがランクインです。次行きましょう。さあ続きまして第9位ですね。第9位はこちら、カイドウがランクインですね。で、カイドウの枠でマムとかヤマトとかもごめんなさい、無理やり入れさせてください。まあ、これちょっとどうしてもね、あそこら辺多色キャラって似た感じの性能ではあるんだけど、百式戦術としては全体的に評価も同じぐらいだし、ちょっとね、まあ、トップ10に入れるほどではないんだけど、十分このカイドウの枠に変わってもいい性能はしてるので、ヤマトとかマムとかカイドウとかを同率9位にさせていただければなと思います。ちょっとこれ無理やりになってしまうんですけどね、あの、もうどうしてもキャラいっぱい紹介したかったんで、ちょっと許していただければ
ければなと思います。はい。でカイドウに関してはですね、弱いわけではないんだけど使いづらさが目立つキャラではあったんですね。実装当時はやっぱりあのレアリティが26以下に縛る必要があって、まあ、20ターン変身スキブゼロっていうのもありますし、26以下に縛る必要があるからサブがいなかったんですよ。ただ最近はもうカイドウサブもめっちゃ増えてきているのと、結局ね、まずスキル上限値80億6解除6食人が3ターンなんですよ。もうこれ超火力にしてあげればやっぱり強いし、何よりリーダースキルね、チームの総リアリティが26以下の場合全パラ5倍3色同時で攻撃力が8倍、あ、ごめんなさい9倍、そして固定一戦も持ってるので、やっぱ全パラ5倍かつ攻撃力45倍の耐久力っていうのはまあ他のキャラじゃ代用できない性能ではあるんだよね。リアリティ縛りがめんどくさいとかっていうのもあって運用の難しさこそ未だに目立ちますが、それでもこの全パラ5倍っていう貴重なリーダースキルはやっぱりね、生かすとしたら、まあ、その戦術とか百式になるかなって感じです。あとその理由としてなんでカイドウ通常ダンジョンランキングに入ってこないのかとかっていうと、リーダースキル見てもらえればわかるんだけど割合対策ができないんですよ。で割合対策ができないキャラってやっぱり弱いんですね。例えば裏ゼロ次元とかもカイドウで別に勝てるのは勝てるんだけど、まあ、相方でね半減リーダースキル以上必ず用意してあげて闇軽減つけてあげるとかしない限りはもう基本的に無理なんですね。でそれに対してこのカイドウは百式の戦術なら逆に割合の激減とか持ってるキャラよりも全パラ4倍の方が強かったりするんですよ、百式とか戦術の場合って。そうで、このカイドウの全パラ5倍っていうのも割合が飛んでこないことによってめちゃめちゃ生かされるので、まあやっぱりね安定感ある強いリーダーになってくれるかなって感じです。はい。結局火力の高さとかね、リーダースキルの耐久力の高さっていうのは他のキャラに変えられないところがあって、まあ、カイドウ第9位にランクインです。まあ、ちなみにね、ビッグマムとかヤマトとかも無理やり第9位に詰め込んでるんですが、マムに関してもですね追い打ちが必要ないダンジョンであるので、やっぱりこの耐久力生かしつつぶん殴っていける、間違えた、ごめんなさい、喋りながらあれするとこんな間違いするんだな。そう、22ターン変身スキブ2でね、これ上限50億もあり無効完全能力が3ターンで打てるんでね、ドロップ弱化対策とかもしやすいし、リーダースキルも指13秒固定で悪魔全パラ3倍、3色同時でダメージ軽減、攻撃力8倍、3コマガさんとね、これもね、だから全パラ3倍あるおかげで耐久高いし、かつ追い打ちないんだけど、戦場なら活かしやすい。ヤマトに関しても、とにかく安定感高いね、多色リーダーとして活躍してくれるので、もうここら辺をまとめてね、ちょっとこれごめんなさい、ほんと申し訳ないんですけど、無理やり第9位に入れさせてもらいます。まあ一応そこに文句ある人は、第9位はカイドウという点で大丈夫で、まあもうヤマトはもう11位以下だと思ってもらってもいいですが、僕のイメージとしては第9位にもここら辺多色キャラを詰め込みたいということで、ちょっと今回ね、ほんと申し訳ないんですけど、第9位すべてまとめて、カイドウとさせてもらいます。はい。という感じがね、第9位でした。はい、次行きましょう。さあ続きまして第8位ですね。第8位はこちらリズレットがランクインですね。リズレットは戦時攻略の英雄で、初日攻略はとりあえずリズレット使っておけば簡単に勝てるよっていう感じだったのを覚えています。はい。で、まあ、18ターン変身で、スキブゼロのキャラではあるんだけど、まず変身後がですね、超つなげ仕掛ける3個持ちなんですね。これ12の3乗で自身の倍率が1728倍出せるんですよ。だから、副属性、貴属性、追加武器をね、つけてあげると、もう副属性までがっつり乾燥してくれると。で、スキルも無効感持っていて、6解除にキーカー行く3個生成が3ターンで打てるので、やっぱこの無効感スキルも強いし、リーダースキルもね、木の6個消して攻撃力が25倍、3コンボ加算、固定1ダメージ、そして木の HP と回復 3.8 倍を持っていてね、まあ、HP 回復3.8倍なんで全パラ4倍とかに比べるとちょっと弱いんだけど、まあそれでも十分な耐久力を持っているキャラになってます。でサブにねモーブを詰めてあげるとか、あとはハルク詰めてあげるとかしてあげて毎ターン効果力を出してあげて殴り続けるキャラになります。まあ回復ゲストンチの対策でね自身の回復力、ごめんなさい、回復生成スキルがあったりとか、あとはまあ超つなげしで火力を出したりとかしてね、まあ特にあの戦術って結構コンボ数が必要になったりするんですけど、まあ、その上で超つなげしは、このリズレット自身が3コンボ加算もあり、枝豆を利用できたので、やっぱコンボ急所にちょっと引っかかりにくい、比較的。で、殴っていけるってところにもメリットがあったかなって感じです。火力特化のダンジョンにおいてね、あの、やっぱりこのリズレットのね、リーダースキル、そして覚醒っていうのは相当優秀だった。あと、サブが揃っていたのもね、いいところだったんじゃないかなとは思います。はい。という感じで、リズレットはね、第8位にランクインですね。最近はあまりちょっと使われる頻度減ってきてるかなって感じはしますけど、まあ、特にこのリズレットは超重力ダンジョンで生かしていけるというよりかは戦時において適性がめちゃめちゃ高かったキャラっていう認識で問題ないのかなと思います。ということでリズレットが第8位にランクインです。次行きましょう。さあ続きまして第7位ですね。もうここら辺からはちゃんとした戦時ランキングって感じで、もうどんどん火力がインフレしていきます。まずは7位、ガランゴルムですね。このキャラはちょっとねモンスターハンターコラボのガチャ限定枠ということで、なかなかね使ったことないって人もいるとは思うんだけど、まあファスカキティとかの影響のおかげで相当強いブレに入ってるキャラですね。バインドスキブ封印指4色攻撃4つ、ボイス超覚醒4色攻撃持っていて、まず自身の火力がめちゃめちゃ高いと。スキルも盤面76マス生成があって50倍以下
の場合1ターン自分の攻撃力5倍が4ターンで打てるんですね。でこの76番面拡張に関しては現環境だと使い道ってめちゃめちゃ多いわけじゃないんだけど、まあ、これから新しいダンジョンが来れば使える可能性も高いし、現状のね戦場とかにおいてもね76番面を65にしてくるキャラはいますので、アテナがいるよね。そうだからそういう対策でも使えます。はい。でリーダースキルがやっぱ強くてドロップ6個消しなんですよ。これがルフィと違うところで6個消しだから、まあ、76運用とかほぼ必須なんだけど、まあ、その代わり6個消しで攻撃3倍1コンボ加算3色同時で 70% 軽減が打てます。しかもこれ変身不要リーダーなんで普通にねリダチェン運用ができるから76運用しやすいし、特に相方にねファスカキティを合わせてあげると、ファスカキティが6個消し1個につき、3コンボ加算だったかな持ってるんですよ。こんな感じで6個消し1個につき3コンボ加算持っていて火力も35倍出せるんですね。なのでこのファスカキティのコンボ加算さんと、ガランゴルムのリーダースキルを合わせてあげると火力もコンボ数も安定して、特にねジャックコンボですね、コンボ弱化の多い戦術とかにおいては火力としてかつコンボ数も安定させれるキャラになっています。はい。どうしてもね使ってる人がまず少ない上にですね、まあ、ガランゴルム自体も最強というわけではないので評価がねあまりされづらいキャラではありますが、テンプレが組めればもう全然ルフィに匹敵するぐらい、まあそれは言い過ぎ、でもルフィにね匹敵するぐらいの安定感はあるんですよね。そうで、しかも火力も十分出せますので、まあぜひねガランゴルムはね引けた人はね使ってあげてほしいキャラかなって感じです。まあルフィでよくねって言われたらね、まあルフィでいいなっていう意見僕も確かにわかるんですけどね、76運用できる編成内で高いテンプレが組める人は相当強いリーダーになってると思います。結構このキャラは人によってもうちょい上位に行くんじゃないかなっていうレベルには強くて、まあ、なかなかね使ってる人がとにかく少ないリーダーではあるんですが、評価としては間違いなく優秀なキャラになってます。まあ、このチャンネルではねもう本当に最強リーダーランキングと呼ばれるね、ものに入るキャラとしてはもう全て使っていますので、まあ、基本的にキャラ難民の人とかを考慮してランキング付けは絶対にしません。もう僕が全部使っている上で強いと思うキャラをもう躊躇なく選んでいきますので、ガランゴルムもね所持率低いからね、ガランゴルムなんて本当に強いの、こいつ弱いだろとか言ってるやつもいるかもしれないけどね、自分の正直な評価で皆さんにお届けできればなということで、当然入れております。ということで第7位はガランゴルムとなっております。はい、次行きましょう。さあ続きまして第6位、第6位は回収ですね。まあ、正直ねこのランキングってもうみんな分かってると思うんだけど、戦場の強さランキングじゃないですか。まあ、はっきり言って100式なんてほぼランキングの想定に入れてないんですね。もう戦場前提に話してるんだけど、戦場においては実はアトリよりも回収の方が圧倒的に強いです。これ圧倒的です。はい。っていうね感じのリーダーになっております。はい。ということで回収第6位にランクインです。今回アトリランキング入ってませんが、回収余裕で入ります。まずですね、覚醒が、あ、ごめんなさい、先こっちからかな。スキビ4つに28ターンリーダーチェンのキャラですね。まずこの時点でリーダーチェンジが回収はかなりしやすいです。アトリはね、スキルチャージ持ってる代わりにやっぱりスキビが少ないので、回収スキビ4で、リーダーチェンがしやすくて、封印指2つ、10強2つ、2ウェイ6個で火力が出せます。まあ、本当はこれ2ウェイ8個がいいって思う人もいるかもしれないんだけど、こいつ基本乾燥しかしないんで関係ないです、別にこれ。もう2ウェイ6個で乾燥してくれます。はい。で、スキルがまずね、ダメージ無効貫通、自分の攻撃力2倍、ロック解除に火を光に、木を闇に変えてくれます。これによって光と闇のね、盤面生成がしやすい上に枯れ込み出しやすいので無効換、そして自身の攻撃力上げつつ変換で使えます。ロック解除あるのも偉いね。何よりするのがやっぱリーダースキルで光闇回復の4個消し1個につき攻撃力が 1.6 倍1コンボ加算12コンボ以上でダメージを激減、攻撃力が4倍固定1ダメージなんですね。じゃあ回収これ何が強いかっていうと光闇回復を組むだけでいいんですよ。これがやっぱめっちゃでかくて、例えばアトリはね、ちょっとごめんなさい、アトリを別に下げたいわけじゃないんだけどね、アトリもめっちゃ強いからね。ただアトリは戦場においては別に使うメリットがほぼないし、全く今のところね、アトリを使う必要がないから、そう、ランク下がってるんだけど、まあ、これから死んだのが来たら評価上がる可能性もあるんだけどね。廃止はやっぱり光闇回復だけでいいから、まず単色に染めやすいんですよ。単色ってかまあ2色ね。光闇の2色に染めやすくて、かつ火力が出しやすいと。で何より 1.6 倍と倍率はね、アトリ 1.7 倍なんでほぼ変わらないんですけど、自身の攻撃力をね、上げれるのと、あとリーダースキルにもすでに4倍があるんですよ。4倍が元からついてるので、例えば 1.6 の、まあ、2way 何個ぐらいだろうな。6個ぐらいか。まあ、6個ぐらい組んだら16倍。かつ、これに4倍がついて64倍。かつ闇光に染めているので火力が出しやすいんですよね。まあ6個だと結構少ないので、まあまあ期待値的に7個8個組んだ場合で言うと7個で104倍、8個でなんと168倍出せるんですね。まあなかなかそこまで火力出すことはありませんが、まあ言うてね、2way 6個7個ぐらいから火力をしっかり出してくれるというところと、あと何よりね、闇光に染まってることによって火力出しやすいというところにもメリットがあるかなって感じですね。やっぱね、まあ正直火力の出しやすさと76運用によってパズルしやすいというところはメリットがあるかなって感じ。
で、昔はね、多次元とか、裏多次元とかでも使えると思いきやですね、当時は裏多次元で76番目を6号にされた場合に、もう返すギミックがなかったので、裏多次元のクリアが不可能になったんですよ。回収とかプリムとかって。唯一アトリだけはね、6色でいいから、ラフィーニでなんとかだったりしたんだけど、もう回収とかは絶対にもう裏多次元をクリアできなかったんですよ。だから、一時期もう物理的にクリアできないというところから、もう環境からは去ったんですが、現状の戦場はですね、まず6号縮小がほとんどないのと、されたとしても対策ができるんですね、回収って。そう、もう今対策ができるし、かつ、この前強化もらったことによって、今 2way4 つ組むだけで、そう、2way4 つ組むだけでも、12コンボの激減が貼れるんですね。昔って回収って光闇しかダメだった上に、確かコンボ数の縛りももうちょい厳しかったんですよ。ただ今の回収は回復が OK になったんで、もうもはやそのなんて言うんだろうな、欠損してしまってもクリアできないっていうことがほとんどなくなったので、そこが強くなったところからも評価かなり上がったかなって感じになります。現状戦場ね、かなりボコボコにできて面白い火力リーダーということで、第6位に回収がランクインです。まあ、正直ね、ガランゴルム回収どっちが強いかって言われたら難しいところではあるんだけど、やっぱガランゴルムどうしてもルフィって被ってしまうっていうところと、やっぱり回収単色でパズルが楽なので、そう、第6位に回収がランクインです。はい、ということで次行きましょう。さあ続きまして第5位です。第5位はこちら、プリムがランクインですね。はい、まあ、回収プリムときてね、ちょっとアトリだけ入れないのは本当に心苦しいんですけどね。やっぱり回収プリムはね、ルフィと使い分けできるのがやっぱ偉すぎるね、本当に。ちょっとまあ正直ね、アトリファンの方はね、ちょっと申し訳ないんですけど、ルフィに文句言ってきてもらっていいですか？あいつが強すぎるんで。まあだからあれだね、アトリの評価としては本当にこれからの新ダンジョンに期待って感じだね。まあ今回の戦術ランキングにおいてはやっぱりこういう回収とかプリムの方がね、圧倒的にパズルも楽で使い勝手がいいので評価上がります。まあ当然ですね。今回は使いやすさも評価に入っているランキングになっておりますので、よろしくお願いします。ということで、プリム第5位です。こちらもですね、スキブ4つに28ターン変身で、この前強化もらったキャラになります。で、変身後がバインド、ごめんなさい、封印指3つ、10強2つ、L 字3つで、まあ、火力はね、L 字消して出る感じになるんだけど、そもそもプリムリーダースキルが高いので、そんなに火力で困ることはないかなと思いますので、基本10強だけでなんとかなります。スキルもね、ダメージ無効貫通、自分の攻撃力4倍、ロック解除に光を水、闇を火に変化です。水非生成のおかげでね、火力も出しやすいですし、あとシンプルに自身の攻撃力4倍があるので、超重力ダンジョンにおける弱化ドロップ対策にも使えます。で、リーダースキルがね、火水回復の極限1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算、10コンボ以上でダメージを激減、攻撃力が5倍、固定1ダメージです。はい。で、まあ特にプリムはね、サブが豊富で、最近で言うとハイレンが実装されたりとか、あとは軽減ループでですね、スオーですね、スオーが実装されたりとかですね。そう、あとはチャコルをね、マジでここ最近プリムのサブがめちゃめちゃ増えていて、サブがどんどん増えていってる影響もあって、どんどん評価も上がっていってるキャラになります。はい。何よりやっぱり火力が出しやすくて、そう、1個につき2倍だから、まあ、言うなら、まあ、5個消し5セットぐらい組んであげたら、もう2、4、8、16、32倍出るんですよ。それに常時5倍が、常時5倍というか10コンボ5倍があるので、まあ、これで160倍の火力が出せて使えたりとかするので、やっぱり火力が出しやすいというところが、かなり、魅力的なキャラになってるかなと思います。はい。で、やっぱね、無効換スキルもありますしね。何よりリーダースキル激減持ちですからね、これ。やっぱ耐久力も安定してると。で、まあ、火力も出しやすいので、本当にそこでね、ルフィと使い分けができるかなって感じです。やっぱどうしてもね、そのアトリのパズルのね、難しさ、ミスの起きやすさっていう問題点がある中で、プリムとか回収っていうのは、パズルミスが起きづらいっていうところにやっぱり魅力があるかなって感じ。やっぱね、アトリパズル、ほんとノーミスで組める人だったらね、絶対評価高くてもいいと思うんですけどね、やっぱり時間がかかりすぎてしまうっていうところも考えるとね、こういう回収とかプリムの方が現状戦術だったら、間違いなく強い部類に入るかなと思います。はい。まあ、ということでね、火水単色でぶん殴っていける超火力キャラということで、プリムが第5位にランクインです。さあ、ということで次行きましょう。さあ、続きまして第4位です。第4位はこちら、エルフリーデがランクインですね。はい。今までのキャラたちって結局ルフィで良くないですかって言われた時に、確かにルフィでもいいのかなってなるキャラたちが多かったんですよ。やっぱり比較的ルフィで良くね、確かにってなるキャラが多かったんだけど、ここからはですね、ルフィで良くね、いやいや全然ダメでしょっていうキャラたちなんですね。そう、これができるのね、マジ偉いんですよ。ということで、まず1体目エルフリーデです。今ルフィで良くねって思った方、あなたは基本的にこのキャラはルフィで良くないです。
はい、ということでまず覚醒からバインドスキブプラス封印10強3つ卑劣3つ超覚醒スキブプラス7強毒耐性プラスから選べます。はい、もちろんスキブ運用でもいいですし、あとは三次武器とかつけてあげて副属性まで非属性にしてあげるのがやっぱ強いキャラになってます。でスキルは2ターンヘイストして10ターン自分の攻撃力10倍でスキル進化、その後は4ターンでダメージ無効貫通6解除に火光回復 3色陣が4ターンで打てます。はい、で無効貫6解除陣が打てるという時点で戦時とかに対してはやっぱり花火対策ですね、まあ陽気比対策とかにも使えますし、結局4ターンで無効貫スキルが打てるのでまずこのスキルだけでも強いです。あとは陣になっているのでわざわざ盤面整理を頑張ってやらなくても簡単にね火力を出せるところに魅力があります。はい、でまあこのエルフリードの強いところはリーダースキルで、まず火か光の6個消し1個につき攻撃力が 4.5倍、2コンボ加算固定50万ダメージ、さらに8コンボ以上でダメージを 72% 軽減ができます。耐久力もですね 72% 軽減と低くはないですし、何より火光6個消し1個につき攻撃 4.5 倍2コンボ加算というこのリーダースキルのおかげで、まあ、例えば火光をですね、まあ、3列組むじゃないですか。火光6個消しを3列組むだけで、片側で6コンボ加算入るんですね。6コンボ加算入ってさらにフレンド側もエルフリーだと6コンボ加算入って12コンボ加算かつ盤面3コンボ組んでるんで、この時点で15コンボ入るんですよ。まあ、さらにまあねプラス3コンボぐらい組んであげれば8コンボ減少ぐらいまで対策できますし、あとは4列ですね、火光火光って4列これ全然組めるんですね。エルフリーでって組んであげるともうこの時点でリダフレで16コンボ加算かつ盤面4コンボの20コンボ確定になるんですね。そうだから4列組をしてあげると、例えば戦時で言うとどんな弱化コンボを食らったとしても確実に10コンボ強化で軽く出せるっていうキャラになってます。はい、でしかもですね火力がめちゃめちゃ高くて、これ1個につき 4.5 倍なんですね。つまりなんですけど 4.5 の例えば4列組んであげると410倍出せるんですよ倍率が。さらにこれに列強化が乗るので火力自体も乗りやすいですし、リダフレで16万倍ぐらいですねの火力を出していけるので高火力キャラとしても活用ができますっていうのがこのエルフリードの魅力的なポイントなんですね。火力も高いわ使いやすいわですごく優秀なキャラです。リーダースキルの 72% 軽減も発動しやすいのもメリットなんですけど、まあ、ただ1個だけ問題点があるとすれば 72% 軽減キャラということで、結構ね戦術とかで言うと10万固定ダメージが飛んでくるんですよ確定で。そういうところの対策として軽減スキルをつける必要があったりはするんですが、まあ別にもそんなん大した問題じゃないのでね、高火力で殴っていける周回リーダーということでエルフリーでかなり優秀なキャラになっています。でやっぱりねルフィに比べるとパズルが圧倒的に楽で、エルフリーが4ターンにね1回ジンを打てて無効感が打てるんで、やっぱりそのなんて言うんだろう、盤面生成自体もめちゃめちゃ楽なんですよ供給が。そうでパズルも楽だし、かつやっぱり早くてルフィより高速で周回できるキャラということでエルフリーでかなり魅力のあるキャラになってるかなと思います。まあどうしてもね耐久力も高いしね、あの優秀な性能ということでルフィと使い分けは間違いなくできるキャラになっております。まあやっぱりこういうぶっ壊れ火力キャラがいるからね、どうしても下位のキャラたちは火力不足になったりしちゃうんだけどね。まあもうエルフリーでやっぱねもうこれ無条件で火力出せる超優秀リーダーということで第4位にランクインです。はい、まあという感じでねここまでやってまいりましたが、もう残すところなんとトップ3のみとなりました。皆さん見当つきますか？もうなんか意外とわかんないんじゃないですか？いやもしかしたら1位当たりの可能性もありますからね全然。ということでね、第3位発表していこうと思います。やっていきましょう。さあということで最強リーダーランキング第3位はこちらになります。で第3位はサボがランクインですね。やっぱねエルフリーでもねめちゃめちゃ速くて強いんですけど、正直僕は絶対にサボ一択かなと思っています。どっちを使うって言われたら、あのエルフリーでもめちゃくちゃ強いからね、めちゃくちゃ強いんだけど、やっぱりサボがね超強いですねこのキャラ。あの知ってます、このキャラ実装当時評価してた人結構少なかったんですよこれ。あの戦時の時ね、あの僕のチャンネルで紹介させてもらったんですけど、あのこいつ非属性パーティーのくせにあの選挙を入れるじゃないですか、ボスをあの半分までワンパンで持ってくんですよこのサボというキャラクターは。もう化け物なんですよね。まあ、22ターン変身スキブ 2つ持ちのキャラで、変身後まあ10強3つで火力出せます。でやっぱね強いところがこのスキルで1ターンランダムルーレット1個生成で、かつ水ドロップをヒドロップに変化が2ターンで打てるんですね。でこれによって、まずヒドロップの生成が最低限は安定するのと、あとはルーレットを利用して毎ターン無理やりパズルが組めます。操作時間が15秒しかないことによってちょっとパズルは難しかったりするんですが、まあ、道中なら火の2列で十分火力足りますし、ボスにおいては火の3列組んであげるっていう感じでワンパンをね、できますので、やっぱり火力出しやすいところに魅力があるキャラになってます。まあ、リーダースキルもね指15秒固定によって絶対にパズルが安定するところで、攻撃タイプ全パラ4倍、火の6個消しで攻撃力が3倍、2コンボ加算固定1ダメージを持ってます。でこのコンボ加算もやっぱ強くてね、
リダフレサボの場合、1列組んであげると4コンボ加算で、2列組んであげると8コンボ加算、リダフレね。で、3列組んであげると12コンボ加算って感じで使えて、特に12コンボ加算組んであげた場合には基本的にコンボ弱化対策ができたりとかするのと、あと攻撃タイプの全パル4倍になってるおかげで耐久がめっちゃ楽なんですよ。そう、あのね、例えば4位のエルフリーデと比較すると、エルフリーデって 72% 軽減なのね。サボって実質 75% 激減と同じなんだけど、この違いってマジででかくて、全パラ4倍の場合って、例えば先制の固定10万ダメージとかの対策が不要なんだよね。ただ、エルフリーデ使ってる場合、固定10万ダメージの対策が必須になるんですよ。となった時に、軽減スキルが必要と必要じゃないかっていうこの差ってめっちゃでかくて、サボの場合、ボスのね、発狂攻撃を耐えられる130万 HP を確保すればいいだけなんだけど、エルフリーデの場合は、それに加えて10万固定ダメージを耐えれるような軽減スキルを絶対に積む必要がある。もしくは HP10 万確保が必須になってしまうのね。この差がまずリーダースキルめっちゃでかいの、サボの全パラ4倍っていうところは。で、かつ、全パラ4倍のおかげで、パズルミスをしても基本的に絶対負けないところ。そう。で、火力も出しやすいっていうね。で、何よりサブに関してもですね、ワンピースコラボが実装されたことによって、一気に実装されたわけですよ。もう、今、サブのサブなんて、もう、無限にいるんですね、本当に。だから、そのサブのサブがね、超絶追加された影響もあり、どんどん評価上がったかなって感じになります。今までだったらね、サブのサブなんていなかったんですけどね、ワンピースでサブが実装されると同時に、サブのサブがめちゃくちゃ追加されるっていうね、ことになりまして、まあ、とんでもなく優秀なキャラになっております。まあ、現状戦術周回するんだったらサボかエルフリーデの二択かなぐらいの感じではあるぐらいにはサボが優秀でリーダーとしても活躍してくれるキャラになってるかなと思います。はい。まあ、強いて弱点があるとすれば、これちょっと見てほしいんですけど、水ドロップを火に変化、ルーレット1個生成が2ターンで指15秒固定なんですよ。つまりめちゃくちゃ盤面が悪い場合、絶対に火力が出せないんですね。で、2位1位のキャラはどんな状況でも絶対に火力が出せるんですよ。で、サボは絶対ではないんですね。どうしても盤面によっては火力が出しづらい状況とかになってしまうんですよ。だから毎ターン確定で火力が出せるぶっ壊れキャラと、やっぱ毎ターン絶対に火力を出し続けることできないサボということで比較してしまった時に、ちょっとサボの方が評価下がるかなということで第3位ですが、まあ、それでもサボはめちゃめちゃ強いキャラなので、間違いなくね、環境上位にいると思います。で、しかもね、これ現状これ戦術で評価してるんだけど、次来るであろう超重力ダンジョンは貴族性キャラである可能性が高いのね。ってなったらサボがさらに活躍できる可能性は高いから、もしかしたらサボがまたその貴族性ダンジョンの方でも周回最強リーダーになるのかなとは思います。はい、ということで、現状のね、超重力ダンジョン最強ランキング第3位はサボでした。残すところ2体となりました。第2位発表していきましょう。さあ、ということで、お待たせいたしました。最強リーダーランキング第2位の発表になります。まあ、ここまでね、超重力で強いキャラ散々ピックアップしてきましたが、やはり、最強リーダートップ2位といえば、あのキャラしかいないですよね、もう正直。戦場破壊できて、あのコラボで無双？あのコラボで無双した新リーダー？コラボ出産のあのリーダーしかいないんじゃないでしょうか。ということで第2位、コラボリーダー最強のあのコラボ、あの大人気コラボの大人気リーダー。ということで第2位はこちらになります。マリウスです。当たり前だろ。そりゃそうだ。あのキャラがいるからマリウスは強いんだよ。マリウスが強いからあのキャラが強いんじゃないの。マリウスはあのキャラがいるからマリウスが強いの。でもあのキャラはマリウスがいるから強いわけじゃないのね。まあまあ1位楽しみにしといてくださいや。もう1位分かってるやつしかいないんだから、もう1位いらないけどな。もうここで止めていいけどね。まあ一応まず2位から発表というか、まあ紹介していきます。はい、マリウスですね。まああのキャラが実装された後に、まあ、だから隠す必要ねえか、ルフィが実装された後にね、あの相方として実装されたマリウスなんですけど、76運用しやすかったりとか、65運用でもあのダブル吸収無効が5ターンで打てるということで、ちょっと使い勝手がいいキャラになっております。4色攻撃5つで自身の火力も出しやすいのと、あとは変身キャラではないので42億まで火力出せるところに魅力があります。で、スキルはやっぱりね、 HP が1になって1ターン回復力被減があるものの、2ターンダブル吸収無効5ターンで打てるということで、やっぱ破格スキルリーダース、ごめんなさい、スキルですね。その上にリーダースキルも強くて、ドロップ5消し1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算、4色同時でダメージを 70% 軽減、攻撃力が5倍です。まあこんなんもう強いに決まってますよね。あの5消し5セット組んであげたらですよ、勝手に160倍出るんですよこいつ。で、そんな弱いわけがないもんね。5消し5セット組んで160倍です。リダフレ 25,600 倍です。弱いわけがないよね。
ただまあマリウスは基本的に相方はね別のキャラを使うことがほとんどなんですが、まあただやっぱりですねこの自身のご下手で火力を出せるところ、スキルが強いところ、そしてね上限解放とかをつけれるところも踏まえるとマリウスはかなり優秀なリーダーと言えると思います。で最近あんまり流行ってないんですけど76運用ですね、76運用をしたい場合に関してはもうルフィマリウス一択で、ルフィはめちゃめちゃ弱いので76マリウスをしたい場合、76ルフィをしたい場合はもうリーダーマリウス一択です。マリウスキャッチの場合はね23ターンのスキルとかでいけますけど、あのルフィの場合クロロ運用する必要があって、もうはっきり言ってクロロとかあとまあローとか入れた場合に関してはもう論外ですね。ローなんて入れたらアシストたまんなくてスキル運用できないし、まあ、クロロならギリ耐えるけどそれでもやっぱりあんまり使うメリットはない。まあ、基本的に76ルフィする場合はマリウス一択なんだけど、まあ、そもそも最近の戦術の研究が進んだ結果、6号でよくねという話で終わったんですね。76使うぐらいだったら6号でよくないですか？確かに楽しなんですよ。あの、4回その濃姫対策が必須だったりとかしてね。結局76運用ってめんどくさくて。6号で使えるんだったらじゃあいいよねっていうことで、もう結局ルフィパズルにみんな慣れた結果、今もう6号で使う人がほとんどなんで、マリウスあまり使われる頻度はちょっと減ってきてはいりますが、それでも十分リーダー運用としてはルフィマリウス最強クラスのリーダー、そして76ルフィマリウスもね、めんどくさいっていう理由だけでね、現状戦術では使われてないんですけど、これから診断が来た場合には76運用マリウスも使える可能性かなり高いんじゃないかなと思います。はい。まあ、ただね、なんでじゃあそのマリウス76がね、弱いかっていうか使われてないかっていうと、そんな火力いらないんですよ、もはや。そう。6号のね、ルフィマリウスの火力で十分足りてしまうということで、ちょっとね、そうですね、6号運用が増えてきてるので評価下がりましたが、まあ、それでもね、圧倒的な強さを持っているので、現状環境第2位に存在しているかなと思います。まあ、もしかしたら万が一にもですけど、ルフィがいるからマリウスはいらないなんて書いてるやべえやつがいるかもしれないから、一応言っておくと、間違いなくマリウスは最強リーダーですし、何より76運用する場合はもうマリウス一択、そして他のキャラに比べても火力的にも最強のパーティーになりますので、マリウスが弱いということだけは絶対にありえません。もう最強のリーダーで間違いない性能になっております。はい、ということで第2位はマリウスがランクインでした。さあ残すところですね、なんともう1位のみなんですね。もう結構話した感じはするんですけど、なんと1位のみということで、皆さん全く分からないんじゃないですか？だって1のキャラ、誰か、アトリかな？やっぱり。まだアトリもいるし、あとなんだろう。アトリもいるもんね。あとなんだ。あと何なんだろう。あれ、あと何？アトリもいるしね。やっぱアトリもいるからね。アトリもいて、アトリがいるってことで。ちょっと皆さん的にもね、まだ順位全然分からないんじゃないでしょうか。アトリもいるし、アトリもいるからね。うん。まあ、ハイウィザードとかもいるしね。うん。ということで、第1位やっていこうと思います。ラスト第1位紹介していきましょう。さあということで、もう第2位まで発表してきました。入れたいキャラね、いっぱいいたんですよ。正直超重力ダンジョンって超重力、特に戦術特化にすると結構強いキャラってたくさんいて、ほんと入れたいキャラいる中で僕のね、選んできた第10位までなんですけど、残すところもね1位となりました。ということで最強リーダーランキング超重力バージョン第1位はこちらになります。ドク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 今現状の百式千獣とか言いつつ、百式なんて何でも勝てるんだから、もう千獣一択じゃないですか、はっきり言って。千獣の最強リーダーランキング何ですかって言われて、ねえ、もうだって、サボかルフィしかおらんもん、正直。あ、まあ、サボマリウスね、マリウスもちろんだけど、サボマリウスルフィしかおらんやん、だってもう現状最強って言われたら。で、その中でさ、やっぱサボはちょっと火力出しづらいタイミングとかあったりするじゃん、ちょっとだけね。まあ、それでもめっちゃ強いからね、サボっても。理論上はめっちゃ強いからね。して、もう、で、まあ、その毎ターン火力出せて、6号盤面で絶対負けないってなったらもうルフィだよね。はい、ということでルフィが第1位にランクインです。まあ、でもルフィそれは1位よね。まあ、スキルがね、激減プラス自分の攻撃力5倍して22ターンで変身できます。まあ、地味に変身時激減を持ってるのが偉いんですよね。で、まあ、バインド封印3色5つに、十字ボイス持ちです。3色5のおかげで火力も高いし、スキルは上限を40億にして自分の攻撃力5倍、ダメージ無効貫通が3ターンです。はい、あのですね、変身キャラって21億までしか出ないから火力が低いんですよ。ただルフィは関係なくって、こうやって40億にするから、スキル打ったらリダフレ40億で80億出しちゃうんですね。だからその変身キャラは火力が低いっていう概念をこいつは壊してるの、普通に。
リーダースキルも3色同時で 70% 軽減、3コンボ加算、ドロップ攻撃1個につき攻撃力が3倍、固定100万ダメージです。はい、まあね、そのコンボ数がマリウスより低いっていう弱点こそありますけど、別に1ターン耐久してあげて突破みたいな感じでやってあげると基本的に詰むところもありませんし、何より別にね、10コンボ組まなくても、あのルフィが3色攻撃強化とか持ってる視点でわかると思うんですけど、あのコンボ吸収さえなければ普通に倒せちゃうんですよね。なんならルフィの火力とかだけで、超磁力においても火力の概念を変えてしまったキャラって感じかな、イメージとしては。で、あのまあ超重力の場合基本的にね、5ゲシをね5セット組んで殴っていくんですけど、5セット組んであげるだけで243倍が出せるので、まあ、243倍ってリダフルで考えるとなんともう 59,049 倍なんですね。あの 59,049 倍で倒せない敵なんていないんですよ。でこのね火力がどんぐらいね強いかっていうと、あの元最強キャラのアトリいるじゃないですか。アトリって激減があるからね、将来性かなり高いって言われてるんですけど、アトリのだいたい2ウェイ10個の火力ですよ、2ウェイ10個の火力が201倍なんです。アトリで2ウェイ10個組んだ場合201倍なんですね。それに対してルフィで5ゲシを5セットですよ、5ゲシを5セット組んだ場合が243倍なんですよ。だからこいつはずるいんだよね、火力的にも。そうだから現状のこの百式戦術ランキングにおいては、まあアトリが正直使われない理由が、まあ当然もうこのルフィがいるからなんですよね。だってアトリで30分かけて戦術攻略するんだったら、ルフィで13分で攻略したいもんね。早かったら12分とかだからね、ルフィって、まあ、っていう感じのキャラになっております。もう強い点しかないので今更紹介する必要もないんじゃないでしょうか。で、まあ、一個弱点があるとしたら、やっぱり軽減ですね。軽減っていうところはやっぱり大きな、弱い点だと思っていて、70% 軽減しかないことによって、どうしても耐久が低いから使いづらいんですよ。まあ、ただ、ここを補う方法に関してはですね、別に無限にあって、例えば最近で言うと、チャコル実装されたじゃないですか。チャコル入れてあげると、闇属性、木属性を埋めれる上に軽減ループが使えたりして、普通にもう今ってね、あの軽減ループのおかげで、どのダンジョンでも耐久できるんですよ。だからもしルフィを対策したかったら、運営的には虚無の波動を連発するとか、例えば虚無の波動を打ちまくるとか、あとはやっぱり高防御ですね、高防御が一番の対策方法かなって感じです。現状超重力ダンジョンでルフィがやっぱり使われない理由っていうのは、ルーレットが多発することと、あとはガードブレイクが必要なところなんですね、超重力って。だからルフィって使われてないんだけど、あの正直別に超重力ダンジョンだろうとルフィって耐久力自体は全然足りてるんですよ。そう、実はルフィってなんでね、ゼロ次元、裏ゼロ次元使われてないかっていうと、耐久が足りないからとかじゃなくて、ガードブレイクがないからめんどくさいからっていう理由だけなんですよ。って考えるとルフィ自体はこのガードブレイクがないというところの弱点さえ関係ないダンジョンであれば、別に軽減に関しては今のところチャコロやマトリで対策ができるんですね。で、万が一ルフィにチャコロやマトリを使った上で耐久ができないようなダンジョンが来たら評価落ちる可能性はありますが、マジでそんなレベルの難易度が来るってなったら、あの基本的に今回の最強リードに入ってるキャラ、どんなキャラでもだいぶきつい部類になってしまうかなと思います。あの激減ぐらいだったら耐久できないダンジョンになりそうなんで、そんな、もしそんなダンジョンが存在したら、多分もうね、本当にね、カイドウとか使わない限り勝てないみたいなダンジョンになってしまっていて、他のキャラでも勝てなくなってしまうから、やっぱりそういう対策さえされない限り、強な波動が連発されるとかの対策がない限りは、ルフィはやっぱりこれからも現役で活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、まあ少なくとも超重力ダンジョンにおいてはルフィは現状最強リーダーで、まあ運営次第だね、正直。あのルフィを潰す方法はいくらでもあるので、運営がルフィを徹底的に潰したダンジョンが出ない限りは、まあしばらく環境最強リーダーで活躍するんじゃないかなと思いますし、まあ少なくとも現状のこの最強リーダーランキングのね、戦場を想定した最強リーダーランキングにおいては、もう間違いなくルフィが最強ということで、文句なしで第1位ルフィとなっております。はい、まあという感じがね、最強リーダーランキングでした。結構僕ね、回の方はね、意見分かれるなと思っていて、そう、まあね、あのちょっとこの最強リーダーランキング結構個人差あると思うんで、全然ね文句ある人も多いんじゃないかなと思います。もしね、俺はこういう意見ですって人がいたらね、コメント欄とかに書いてみてください。多分ね、俺が見逃してる最強リーダーとかも全然いると思うんだよね。ただ基本的に僕は多分そのキャラの強さを知っていて、ただその上でこっちの方が強いねって感じで入れてると思うんだけど、まあ、例えばなんですけど、まあ、ハイウィザードのテンプレの話とかされたら、意外とハイウィザードめっちゃ強かったりするんですよ。でもね、やっぱりあまり使うメリットがないからっていう理由で省いたりしているので、結構強いキャラっているんですよ。あとアトリとかね、アトリもそうですからね、まさにアトリって戦術においては別に微妙なんだけど、これからの新ダンジョンが実装されたら最強リーダー戻ってる可能性、いや最強リーダー戻る可能性はないんですけど、はっきり言って、ただ間違いなくトップクラスのリーダーになる可能性も十分あるんですよ。まだ
だからあくまでこのダンジョンのね、最強リーダーランキングは戦術想定ということを理解した上で楽しんでもらえればなと思います。まあこれ言うの遅いけどね。はい、まあということで今回ですね、最強リーダーランキング超重力バンジョントップ10を紹介する動画でした。まあ冒頭に紹介した通りですね、もうほぼほぼ戦術ね、戦術リーダーランキングになっていましたが、もしぜひですね、ここまで見ていただいた方はですね、よかったら高評価の方だけよろしくお願いします。まあまたね、1、2ヶ月後に最強リーダーランキング上げようと思いますのでよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。なんかアトリが1位みたいになってるから、ちょっと待って、ルフィ1位にしてあれしとこう。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。